皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんはの方々もいらっしゃいますかね。今回もファイナルファンタジー15をプレイしていきたいと思います。前回から相当間が空いての投稿になってしまいましたが、ちょっと無双スターズを中心にやってたんで、実況の方が全然できなかったっていう状態で、今回再び始めようかなと思いまして投稿させていただきます。またこれクソ長いロードですよね。毎度毎度思いますけど、力を求めて、警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、それだけ終わり。将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。はい、わかりました。で、あれですよね、エリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。あっちはどうなってるかわかんねえが、死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。妹いたんですね。知らんかった。さっき出てきた女性がノクトさんの結婚相手のルナ・フレーナ様ですね。いらっしゃい。目を閉じてた女性の方は分かんないです。天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。わかりました。君たちはとにかく頑張って。はい、頑張ります。いつものじいじとちょっと違うんだ。いつものじいじ知らないっす。元気がないみたいね。いつものじいじ知らないっすからね、私。君たちはとにかく頑張って。はい、頑張ります。やっぱね、泥道を走ったっていうか、雨降ったとこを走ってるんでね、べっちゃべちゃですね。下がもう真っ黒でしたね。また道を封鎖されたら面倒だぞ。こんな田舎に何がある。わかりません。じゃあね、ちょっとなんで俺こっち行ったんだろう。早く話を聞かんといかんのに。お、なんか落ちてるわ。じいじより先にこっち行ってはわ。会話開始ですかね。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカ言え。そう簡単に騙されるもんかよ。王都で起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。
けえことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。これは昔の写真ですかね、もしかしたら。まあとりあえずね、まあそりゃね、仲のいい知り合いが死んだらこんな反応に悩みますよね。うん、王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。はい。まあね、私は今んとこ幸いなことに面白いもん持ってん な, なんだこれのことか。うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。うん、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車いじんなシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。名義師シドソフィア、シドに金属のかけらを預ける。あ、なるほどね。うまそうな匂いだな。すいませんね、ちょっとだいぶ飛んだと思います。いろいろとね、サブクエストをちょっとやっていたので、なんか知らんけど、この海岸からスタートします。ちょっと今、装備品を切り替えてます。今まで装備品を全然考えてなかったなと思って、まあ、いろいろサブ武器とか装備させて、まあ多少強化しとこうかなと思って。そういえばまだボスらしいボスと戦ってないんですよね。確かいつになったらボスらしいボスと対戦するのかっていう状態ですね。おそらくもう累計で 2,3 時間ぐらいはプレイしてるはずなんですけどね、未だにボスが出ないっていう。一応バトルはあったんですけど、まあドラゴンクエスト7みたいにね、開始1時間2時間ずっとバトルなしみたいなゲームではないわけですけど、まあ7はドラクエ7も割と好きですけどね。あれ、まあレブレザックの住人たちは大嫌いですけどね。まあとにかく再開しましょう。また来てよ。だって調子のいいやつだな。軽すぎて調子が狂うぜ。本当ですよ。さっきねサブクエストやって、また原石持ってきてくれって言われたのをやってたんですけどね、相変わらず軽いです。アンニャローっていうぐらい軽いですね、あいつは。おお。ノクト、もうちょい喜びなよ。夜のドライブは危険だ。また出直そう。じゃあ俺運転するよ。んじゃあ俺が運転変わるわ。仕方ない。ただあまり無茶はしないでくれ。ちょっとね運転がしたかったんで、夜のドライブ、夜ぐらいしか今ドライブさせてくれないんでね、ちょっと私がドライブしようかなと思いまして。では早速ドライブしましょう。まあ夜はね死骸が出るので、
ドライブするなと言われたんですけどね。うまいこと U ターン結構グインってやるんですね。初めてやりましたけど、ペペー、これハイビームとかできんのかな。ハイビームはできんのか。いや、もしかしてこれ今ハイビーム、もしかしてハイビームかな、わからん。この視点ちょっとやりづらいな結構やりづらいな、この視点。自分が運転してるんやったらあれですけどね、自分やったらこんなメーターずっと見てないしな。うわ、今の何何？あれは死骸か。あ、もしかしてこれなんで。なんだか知らねえが関わりたくねえな。さっさと行くぞ、やばそうな気がする。行っちまうぜ。もしかしてこれ突っ切れない系ですか。マジか、出た、すっきりね。お出ましか。すっきれんのか、どうしようこれ。夜間の旅は危険です。目的地が遠い場合は。あれ、こんな野郎全員死んでもてるし、ウリもうこうするしかない。外側からずっと銃撃ち続けたろわ。それにしてもノックとどんだけ弾持ってきてんねん。おお、倒した。危なかったな。いや、あんたらみんな死んどったぞ。無事で何よりだ。いや、君たちみんな死んでたから。というわけで、おそらくカットしてると思います。あのね、多分これで10分以上戦ってたと思うんで、10分以上の戦いとなるとね、さすがにボス戦でもないのにそんなんはちょっと間延びすぎますし、相当あれだったんですよ。つまらん戦いだったんで、だいぶカットしたと思います。多分もう倒す直前ぐらいで戻ったんじゃないですかね。今回はちょっとね、バンバンカットしてると思います。ストーリーとほとんど関係ない部分ばっかりなんで。もう朝やな、5時なの。一応5時は朝の扱いないな。もう5時やから普通にイグニスが運転しとるわ。俺が運転してんかと思ったな。普通にイグニスが運転しとった。アクセルを踏んどった意味ないやんか。やっぱこの視点の方が運転しやすいですね。ほんまに完全な運転手目線みたいな運転ができたらね、もうちょっとやりやすいと思うんですけどね。まあとにかくね、父の遺言のところまで車を進めていこうと思います。というわけでこの辺りぐらいからカットしようかなと思います。ではカットしまーす。はい、再開します。まあ本当ならドライブ全部見せてもいいのかもしれないんですけど、まあオートドライブなんでね、イグニスのもう場所を指定すれば勝手に行ってくれるんで、まあ別にそこはプレイ動画でわざわざ長いドライブしなくてもいいかなと思いまして。というわけでまた再びぶつ切りになってしまいましたが、この辺りで終了しようと思います。ではここまでご視聴していただきましてありがとうございました。
また見ていただけますとありがたいです。ありがとうございました。お疲れ様です。